ハムハム日本全国無茶ぶりハムの旅。新大久保の食安通りドンキホーテのところからちょっとこれ入ったね。すっごい繁盛してる道に来てます。ここの通りなんか、ね、イケメンとたくさん出会えるっていうんでイケメン通りっていうらしいね。そうです、まあ、つまり今回イケメン通りからイケメンがお伝えする、イケメンがお伝えする。違うだろう。ここのおしゃれな店に行こうと思ってます。今流行りのですねすごい映えるスイーツ、人気スイーツのお店に行こうと思います。おおおしゃれだもんね。お茶が来るとこじゃないっすよ。ソウルカフェ、女子たちがいっぱい女子たちがいっぱいもう完全に我々通報される状態ですよこれ。どうもハム係長です。今回お邪魔したのは韓国スイーツのお店ソウルカフェ。話題沸騰中の映えスイーツをお目当てに行列が絶えない人気店なんじゃ。津田さんでもね、すごい中どうなってますか。すごいでしょう、大人気、女性の若いお客さんしかいないっすよ本当。まさかのね、こんなまさかね、可愛いカフェにね、こんなアウェーなところに我々ハムハム来ていいんでしょうか。もうなぜ男が僕と海部カメラマンぐらいしかいないん、ね、そう、あと店員さんしかいない。そう、あとみんな多分女の子ばっかりだと思います。しかもね、店員さんがまたイケメン、うん、そうね、うん、なんでこんなに女子が大好きなのか、ね、集中してるのか、何が出てくるのかがご期待ですね。そうなんです、もうでももう期待値が上がってますよ、ね、いよいよ運ばれてきますよ、はい、楽しみですね。かわいいのが来ますよ。かわいいね、あ、なんか倉庫行ってる間にちょっとなんとなく後ろに動きがありそうです早速人気の映えるスイーツをいただいたんじゃ。なんかすごい可愛いピンクの、これすいません、これ何ですか。ピンス、ピンス、おー、最近のピンスってこんななんだ。こりゃ女子が集まるはずよ。糸ピンスは新感覚の韓国かき氷、氷ではなくシロップをそのまま凍らせて糸状に削った濃厚なかき氷なんじゃ。さあ試食させていただきます。ちょっとこれ両端からいきましょう、ね、いただきます。あ、柔らかい、すごいサックサク、溶ける。昔よく飲んだいちご牛乳みたいな味が口の中でふわーっと溶ける感じです。美味しい。美味しいですね。美味しいです。あれだ、いちごのね、お菓子の味ですね。本当不思議なのは、これだって本当はかき氷じゃないですか。でも見た目も味も本当ケーキみたい、うん、ちょっとクリーミーでね、うん、クリーミーで、うん、ちょっとしたシャリシャリ感もあるけど、とろける感と甘みと絶妙ですね。いちご、多分韓国語ではいちごはダルキですね、うん、うん、あ、うまい、おいしい。あとここに練乳がついてる。そうそう、ね、練乳かけないとダメかも。いちごミルクだよね、かけたらね、うん、あ、それだ、うん、うん、決してこれね、歯に染みてるわけじゃないですか趣味テクトじゃないですかね、いちごテクト、はいはいはい、で我々の年代でね、こう食べてうんってやってると歯に染みたみたいですけど美味しい、ね、ででーん、うわー贅沢よこれ。
りゃね行列できるはずですよ、うんうん、若くなくても来たい、おじさんおばちゃんも来ちゃダメだとは言われたくない、美味しい、うんうん、数々の韓国ドラマのシーンが頭をそう巡る、こういう味食べてたんだろうな、あの主人公みたいな感じですね。パクセロね。パクセロ。パクセロ。パピースの眠いだ。そう、好きになるな。パピース好きになる。好きになるな。いや、好きになっていいんです。もうすぐ好きになっちゃう。よろしいです。すごいですね、お客さんの人気が。ありがとうございます。やっぱりいらっしゃるお客さんって、はい、若い女性の方が多いんですか。そうですね、大体10代20代のお客さん、女性のお客様が結構10代から20代。はいはいはい。それでちょっと一つお願いがあるんですけど、はい、今日実はこれ持ってきたんですけど、ちょっと見ていただいていいですか。今実は私たち伊藤ハムという会社のですね、はい、YouTube なんですけど、はい、今本当に韓国のスイーツ大人気なんで、ちょっと我々の製品を使ってですね、若干無茶ぶりなんですけど、何か美味しいメニューを作っていただけないかと思いまして、よろしいですか。ぜひお願いします。 ありがとうございます。イケメン店長さんに OK いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。相当今回はここまで。イケメン店長さんは若干困っておったが、どんなアレンジメニューになるのか楽しみじゃの。おー、伸びる。伸びる。取材に協力してくれた韓国スイーツのお店ソウルカフェは、バリスタが入れるドリップコーヒーもおすすめだそうじゃ。提供は伊藤ハムじゃ。チャンネル登録よろしくレソン。